イオニア式の柱1、エンタブラチュア、2、コラム、3、コーニス、4、フリーズ、5、アーキトレーブ、6、中東、7、柱見、8、石杖板、9、スキュロバテス、10、木田が手内のエレクテイオンバースのロイヤルクレセントイオニア式は、古代ギリシア建築における、建築様式の一つであり、ドーリア式、コリント式と並ぶ3つの主要なオーダーに位置づけられる。 イオニア式のオーダーは、紀元前6世紀半ばに、イオニア人が植民した小アジアの南西沿岸を呼び、当初からなるイオニア地方で誕生し、紀元前5世紀には、ギリシア本土でも用いられるようになった。イオニア式が用いられた、最初の大神殿は、紀元前570年から560年頃に、ロイコスによって建設されたサモス島のヘラ神殿で、あるが、この神殿は、 建設から10年も経たないうちに地震で崩壊した。紀元前6世紀のイオニア式神殿としては、他に古代の古典古代における世界の名が不思議の一つに数えられたエフェソスのアルテミス神殿が挙げられる。道理屋式の柱と異なり、イオニア式の柱では、通常、柱身はスキュロバテスや木段に設けられた石杖板の上に建てられる。 イオニア式の中東に特徴的なのは、エキノスの上に採用きされ、またはエキノスから突出する、組になった渦巻き飾りである。エキノスは、通常、卵や尻装飾を有している。渦巻き飾りは初期には平面的であったが、後にグーブが突出する形状となり、前面から見ても、側面から見ても、同じ形状に見えるようになった。イオニア式のエンタブラチュアは、 アーキトレーブ、フリーズ、コーニスの三つの部分から構成される。アーキトレーブは二、または三の飾りのない帯に分かれている。その上のフリーズには、豊かな彫刻が施され、コーニスには墓飾りが設けられている。道理屋敷では、トリグリフが設けられていた場所には、絵画的で、物語を表したものも多い浅う彫りが設けられ、イオニア式の特徴となっている。 アウグストゥスの時代の建築家であるウィトルウィウスは、その著書、建築住所において、ドーリア式は、頑健な男性の体のプロポーションを有するのに、対して、イオニア式はより繊細な女性の体のプロポーションを、有すると述べている。アテナイのアクロポリスにあるエレクテオンは、イオニア式のオーダーが用いられている、代表的建築である。パルテノン神殿も、死として、 道理屋敷オーダーが用いられているが、イオニア式の要素も持ち合わせている。ありがとうございます。